鹿児島中央駅に到着しました。すごい観覧車があるよ。乗る？乗らない。乗らんのか。大きな駅だね。新幹線来てるからな。鹿児島駅に来るなくて鹿児島中央駅に来るな、新幹線。そうそう。こんなとこに入り口がありました。こっちみたいです。駅直結で便利だと思います。はい。ここ以外にも入り口あるのかな。ああ、あるかもね。ここですね。こっちです。どこですか？もうそんな変なんやけどな。なんか繁華街っぽいですね。ぽい？ぽいぽい。ここは中央駅一番街ビットっていうところです。はい。のここの漬け丼屋。ります。漬け丼屋王冠さん。はい。駅から歩いて 2、3 分。ここです。入りますか。はい。美味しそうやで。でしょ。こっちが、日替わり定食です。お刺身付きです。はい。そしてこっちが漬け丼。漬け丼のダブルです。漬け丼のダブルです。カンパチ漬け丼ダブル。いいです。ほら、ひときめでかい。でかいな。こんなのね。食べるよ。僕の好きなやつ。おいしい？もうめっちゃ好きなやつ。なんか甘いタレにつけてるみたいですよ。あ、そうなんや。めっちゃうまい。このお刺身も一切れ食べてるの、プリプリしてるよ、すごく、うん、ね。こっちはさ、漬けと違ってちょっとコリコリしてると思う、うん、食べてみる。すごい、これなんかご飯の盛りなんですけど。ご飯すごいな。ご飯のてんこ盛り、ね。ご飯にもタレが染みてて美味しい。美味しいんだ。なんかさ、この下の方にもな、ほら出てきた。どういうこと？なんか敷き詰めてある、この辺に。それも漬け？なんかね、ご飯で火が通ってる。漬け丼のダブルは下の方に、こんな、なんか火が通ったやつが出てきました。あのブリのしゃぶしゃぶあるやん、うん、それの後みたいなやつ、うん、伝わった？買います。
だれちゃったり。一発いってる？ドーンの瞬間が見たいね。桜島が見えてきました。24時間運行してるからな。え、本当？すごいな。すごいな。さすがにあの深夜の時間帯は、1時間に1本ぐらいだったんじゃないかな。でもすごいわ。わあ、すごい、見えた見えた。今日よく見えるな。なあ、めっちゃ綺麗に見える。ほら、深夜の時間帯は1時間に1本でしょ。うん。でもさ、9時10時台は30分に1本あるんだね。うん、いいね。こっちです。45分発だった。そこが、イルカがいる水路やね。そう、後で見に行く。なんかさ、ほら丸いあの屋根がポン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 ってあるよ。なあ、みんな見てはるな、なんか、いるかな、今。イルカいるんじゃね。ねえ、後で見に行く。とりあえずフェリーに乗って桜島に渡ります。うどん食べます。フェリーでうどん食べるのが楽しみだそうです。ヤブキンさんのうどん、もう何十年かぶりです。楽しみで楽しみで。わあ、すごい綺麗に見えてる。見えたよね。うん、向こうに渡れてるやろな。すごいな。もうあれやな、島全体が山って感じやな。うん。なあ。もうあそこフェリー着くとこやな。そう。近いな。
今日綺麗に見えてるな。あ、すごいな。桜島フェリー繁盛してますね。溶岩グランドやって。痛いやろそれ。どんなグランドや。こけたら死ぬで。ここでしょ。うん。溶岩渚公園足湯。そう。ここに行きたいの。ここ湯はヒアですよ。うん。すっげえ遠いな。あれなんか遠いね。なんか近く見えたけど。なあ。うん。うわすげえ。振り向くと桜島。そこに桜島、見上げれば大根、桜島大根持ってますよ。持ってないわ。持ってないよ。持ってないわ。よく見ると噴火してる。本当だ。本当だ。面白い、溶岩渚公園、ここに足湯があります。行ってみよう。行ってみよう。ていうか、ここにもすでにある。本当だ。あ、濁り湯だね。濁っております。こんなんです。みんなの足で濁ってたら嫌だな。嫌だな。それは嫌だな。こういう色なんでしょ。こういう色なんですか。そもそも桜島溶岩渚公園足湯、目の前が桜島。今日めっちゃ見えるな、今日最高ですよ。もうね、フェリー乗り場の、すぐ隣っちゃ隣やからな、気軽に来れるな、こんな海に向かって入る足湯もあります。ちょうど目の前フェリーが往復するからな、ちょうどいいね。船好きにはたまらない。そうな、これは溶岩ですか。そうです。さようでございます。飛んできたんですか。いや、流れてきたんでしょ。うにって。そう、溶岩だらけだったんだけど、全然変わっちゃったな。そうな、どんだけ昔やねんっていう話やけどな。ここね、いいのかな。意外と広いです。本当だ。もうどんどん撮影しちゃってねって感じ。そうな、お子さん見てないけど、僕映画見てたんだけど、大正に噴火ってすごいね。この大正時代に起きた噴火だけど、へすっごいね。へ
何前 31.1 キロやってギネスブック認定。おばさん並みやな。おもさクラゲやってみて。これ超軽いね、うん、軽石だもんな。ほら、うん、超軽い、うん、同じこれちょっと小さめやな。重いですよ。そうなん。ちょっと重さがちょっと伝わらない。やってみるやってみるやってみる。あのね、これがびっくりの軽さです。わぁ、ほんとだ。すごい軽いやん。軽い、うん、これ、うん、あ、持ち上がらない。これは持ち上がらないです。持ち上がらない。桜島のビジターセンターで、うん、元祖鹿児島南国白熊買いました、はい、すんげー美味しそうやな、うん、食べるよ、うん、おいおいへ、はい、おいへわ。あれさ、うん、潰れてるんかと思ったら営業してんの。娯楽の殿堂ですか、うん、ロッキーパチスロ、うん、すごいな。ここだけなんかこう時間がこう止まってるね。止まってる、うん、懐かしい時代のまま止まってるね。ここだけ止まってるね、うん、フェリー代は200円、うどんはかけうどんが500円。うどんの方が高い。うどんの方が倍以上する、うん、今度来たらさ、うん、寄り道フェリー乗りたいな、うん、桜島フェリー出港しました。また来るね。また来るの？また来るね。今回足湯だけやったからな。一応何もなしで来ても、うん、フェリーターミナルの横にレンタサイクルとレンタカーな、まあ、あったね。でもまあレンタカーは一応ちょっとまあ島価格ということでちょっとお高いかも。少しだけね、うん、でもまあいいじゃないですか、うん、あそこが足湯は今なんか修学旅行生いっぱいいるよ。本当？イルカがいるでしょうか。誰もいないんですけど。向こうの方にいる。本当、うん、向こうの方にいるのかな。あら、イルカウォッチング時間決まってんじゃん。本当だ。
飛んだ水族館の方に行ったり、うん、こっちに来たり、うん、自由自在やね。へえ。だからたまにまたこっちに来るんじゃない？へえ。鹿児島駅にやってきました。はい。もうホテルがさ、うん、鹿児島中央駅直結やから、うん、もうチンチン電車よりもな、うん、JR の方が早いと思ってて。こっちに来ました。はい、すごい。あの鹿児島駅から JR の鹿児島駅から桜島が見えました。見えるな、かっこいいな、うん、ここ終点やから楽しいな。なあ、うん、そしてこっちが駅です。神町屋口。神町屋口どういうことでしょうか。エレベーター。わおわお、高いんです。高いんですけど。いやいや、もうエレベーターで行きましょうよ。もうね、80系。怒られる。あ、結構いっぱい乗ってるよ人。すごい。ちょっと薄めのやつです。